こんにちは、ゆきです。今日の YouTube のテーマは、偏差値35と偏差値70の生徒の勉強法の違い。時間をかけて勉強するけど全然成績が上がらない。頑張ってるつもりなのにずっと偏差値が低いままだ。そんな人もたくさんいる一方で、サクッといい偏差値を取っているように見える人もいますよね。そういうのってやっぱり才能なのかなって思ったこともあると思います。でも実はそれって才能なんかじゃなくて、ちょっとした工夫をしたり考え方を変えたりするだけで、そちら側の人間になることができるんです。というわけで、今日は成績がいい人と悪い人の勉強法の違いをお話ししていこうと思います。7個のポイントに分けて解説をするので、ぜひ最後までしっかり聞いてください。1つ目、いろんな教科を少しずつバランスよく勉強できているかということです。トロント大学での研究を1つ紹介します。この研究では2万人の学生を2つのグループに分けました。1つ目のグループには1日中数学の勉強をさせた。2つ目のグループにはいろんな科目にタスクシフトさせて勉強させた。この研究結果では、1つ目のグループの方が勉強効率が下がって、集中力も切れてしまう人が多かったそうです。まあでも想像すればわかりますよね。一日中ずっと何時間も同じ勉強をしてるとだんだん疲れてしまうし、脳が麻痺したような気持ちになってしまったことあると思います。以前他の動画でも短時間コロコロ勉強法っていうのを提案してるんですけど、一つの教材をやり始めて、ちょっとこの教材疲れてきたなとか、集中力が切れてきたなって思う前に他の教材にシフトすること、これを意識して勉強計画を立ててみてください。特に勉強を2つのパターンに分けてみると、1つは数学や理科の練習とか長文読解っていう結構難しい応用力や思考力を要する教科。もう一つのグループが英単語とか数学や理科の公式の暗記。こういうどちらかっていうとちっちゃいものの暗記が必要な教科。この2つにいろんな教科教材を分けて交互にやっていくのがおすすめです。こういう風に同じ勉強をやるとしても、その勉強をちょこまか変えていくことによって集中力を途切らせず勉強を進めることができて、偏差値が高い子っていうのは常日頃から意識せずこういった取り組み方をしていることが多いです。そしてタスクシフトをしながら勉強するっていうのはもう一つ大きな意味があって、これはリスクを回避するという意味です。どういうことかというと、できない子って極端なんですよ。数学ができないなと思うとしばらく数学ばっかりやったりします。逆に俺は英語だけはちょっとできる気がするから英語で勝負だとか言って英語だけを勉強したり。ただそうやって一教科に頼ってしまうと、もしその教科が実際のテストでうまくいかなかった時全滅しますよね。特に受験においてはどの教科で失敗してしまうかわからないので、一つの教科だけを100にして他を0にするよりは、全ての教科を70から80にする、そんなイメージで取り組んであげた方がいいです。ちなみに哲学会で講師をしてた時、いろんな層の生徒を持ちましたけど、すごくできる子ってみんな本当にバランスがいいんです。例えば今お話ししたように教科ごとのバランスもそうだし、あとは勉強と息抜きのバランスとか、そういうことに注目しながら、もしあなたの周りにいつも成績がいい人がいたら、そういう人がどんなバランスで、どんなスケジュール感で勉強しているかをしっかり観察して、真似て盗んでみてください。それでは、偏差値35と70の生徒の違い。2つ目、ただこなすだけの勉強をしていないか。ちょっとここでイメージしてほしいんですけど、毎日計算ドリルをたくさん解くのが大切だよと言われたとします。それに対して、1日5ページ計算ドリルを解くぞっていうことにした生徒がいます。もし皆さんがその生徒の先生で、生徒がそうやって宣言してきたらどう思いますか？ 1 日5ページ解きますって、それは別にいいことなんですけど、最善かっていうと微妙。人によっては三角なんですね。偏差値が70の子たちは、一旦その指示を受けて考えるんですよ。とことんその教材と向き合うにあたって、自分自身の今のレベルに対して、この計算ドリルがどれぐらい必要かなとか、この計算ドリルをやることで何を得ることができるのかとか、そういうのをまず一生懸命考えるんですね。自然と。それを考えた上で毎日どれぐらいやるかっていうプランを立てていきます。そしてただやるだけじゃなくて、次に同じ問題や似た問題が出た時にできるようになるかっていうところを重視して、問題だったり教材だったりと向き合うのが上位層の考え方。やっぱりね、成績が下の方の子たちって、今日は2ページもやったから大丈夫。そういう風に自己満足して終わらせてしまうっていうことが多いんですけど、結構危険です。重要なのは問題を解くとか、与えられた教材をやることじゃなくて、そこで費やした時間とか労力を次につなげることなんですよね。そのために全ての教材があるので、ただこなすだけの勉強になってないかっていうのを見直してみましょう。次に偏差値70と35の生徒の違いの3つ目が、声に出すかどうか。また一つ面白い研究を紹介します。テッサリア大学っていうところで学生を2つのグループに分けて小論文を書かせました。1つ目のグループは無言でシーンとした教室で書かせた。もう1つのグループは考えていることを声に出しながら小論文を書かせたそうです。すると2つ目のグループの方が小論文の点数が高くて集中力も続いた、そんなデータがあります。ちょっと思い返してほしいんだけど、皆さんは勉強するとき、ブツブツ声に出しながらやってましたでしょうか？いろんな独り言がある中で、特に有効だとされているのが、指示的セルフトークといって、よし、次は計算ドリルをやるぞ。時間を意識して集中するぞ。そんなことを自分に言い聞かせながらやっていく。つまり自分を律するため、自分に指示を出すための独り言を言いながら勉強する。これをやると集中力が増すということが分かっています。私も自習室とかで大きな声は出せない。でも集中できないなっていう時、リップシングってよく言うんですけど、音にはしないんだけど、喋るように口を動かしながら勉強するっていうのをよくやってました。次に、偏差値35と70の生徒の違い。4つ目は、勉強の順番が正しいかどうか。例えば、哲学界の数学って基本的にテキストと問題集があるんですね。で、その両方を毎週毎週少しずつ進めながら完璧にしてきてくださいっていう宿題が出ます。出来の悪い生徒たちって大体まずはテキストを一生懸命頑張って終わらせる。で、それが終わったら全部また一から問題集をやる。こんな風に進めていくんですよ。この話を聞いて、そうじゃないのって思った人はちょっと注意ですね。出来のいい子たちは問題集とテキストを行ったり来たりします。テキストを読んでちょっとインプットして分かってるかなって言ってすぐアウトプットをする。問題集を解く。で、また、ちょっとここだけ分かってなかったぞっていうところを戻ってテキストで消化する。こうやってやることによって自分が分かってるものと分かってないものがすぐに明確化するので勉強効率が一気に上がるんです。最初にお話ししたいろんな教材に順番こに取り込むっていう点もクリアできるので集中力も切れづらいんですね。私もね、いろんな試験を人生で受けてきまして、医師国家試験っていうのがあるんですよ。あらゆる病気とか、それに対する治療法とか、人体の解剖とか、そういうのをもうひたすら暗記していくっていうのが医学部の国家試験なんですけど、大体の医学生が解く問題集、クエスチョンバンクっていうのと、いろんな知識が詰められているイヤノートっていう参考書は結構有名なんですよ。私も問題集をやりながら、この分野はやばいぞ、全然わかんないぞっていう時にイヤノートに戻って読み込む。で、またちょっと読み込んだら問題集に戻ってクエスチョンバンクをやってっていうのを一生こう振り子運動みたいに行ったり来たりしてたんですよね。だからテキストと問題集があるときにテキストを 100% にしてから問題集をやる必要は全くないんですよ。テキストが 40-50% でもいいので、ある程度分かってきたかなっていうところで早めに問題集をやってみる。で、そうすることで効率よく集中して勉強することができるし、できる生徒たちはみんな自然とそうやって勉強してます。それでは次に、偏差値が35と70の生徒の違い。5つ目が、時間の捉え方が違う。あなたは勉強した時間イコール机に向かった時間というふうに捉えていませんか？偏差値70の生徒たちはそうは思わないんですね。集中して学習をした時間を勉強した時間と捉えます。というか、そもそもあんまり勉強を時間で捉えないんですよ。1日何時間勉強してましたかとか聞かれるんですけど、すごくできる生徒たちで、そうやって1日何時間勉強したっていうのを意識したり、質問し合ったりしてるとか見たことがないです。どうしても1日何時間勉強するっていうのを目標にしてしまったり、理想にしてしまったりすると、ただ机に向かって教材を眺めるだけとかそういう時間が増えていって、実際には何も身についてないのによし勉強したぞっていう気になってしまうというリスクがあります。ただできる子たちの発想だとそういう捉え方はせず、どれだけのものを得たかっていうその質とか結果に重点を置いて勉強を捉えてました。もっと言うなら今日は何を身につけるぞ、そういう発想で勉強と向かってください。あとは、勉強でうまくいってないことがあるときに、よし、じゃあ毎日1時間多く勉強するぞっていう風に、できない子は時間を伸ばそうとする。できる生徒は、今の 1.2 倍速で勉強しようって、同じ時間の中で速度を高めようとするんですよ。そういう違いがあるので、勉強する時間っていうものの捉え方をぜひ変えてみてください。次に、偏差値35と70の生徒の違いが、繰り返し方の違いです。私が受験勉強において大切なことを3つ挙げるとしたら、集中と効率と繰り返し。その中でも身につけるため、学習するためっていう意味では、特に繰り返すことっていうのがすごい大切だと思っています。どんなに効率を良くして、うまい勉強法を取り入れて集中してできたとしても、繰り返して身につけた知識以外は全部流れていってしまって、無駄になってしまうんですよね。人間の記憶って、まずは脳の海馬っていうところに一時的に保管されます。それがいわゆる短期記憶ですよね。その中からいろんな記憶の粒がふるいにかけられて、重要度の高いものだけが選定されて長期記憶になっていきます。で、一般的にどんなものが長期記憶に格上げされるかっていうと、生きていくために必要な知識、これが優先されます。例えば衣食住にまつわることとか、だからそういった生きていくために絶対必要な知識に比べて、勉強した内容なんていうのは優先度が低いんです、もともと。だから、新しく学ぶことっていうのは、短期記憶から長期記憶に格上げしてもらうために、繰り返し復習して勉強することが本当に大切です。じゃあ実際どのタイミングで復習をすればいいのかっていうのは他の動画で詳しく話したので、ぜひ見ていただきたいんですけど、一般的に一生懸命頑張っていて、やるべき宿題をやっているけど、成績が伸びない、偏差値が30代のままだっていう方は、この復習が圧倒的にできてないことが多いです。上位陣の子って、ちょっと勉強したら、意地でもその勉強した内容を一生覚えていようとするんですよ。なので何度も何度も見返すし、長期記憶にしていくことっていうのを重視して勉強していることが多いです。それでは最後に、偏差値が35と70の生徒の違いの7個目が、わからないものの扱い方の違いです。実力会で一番上のクラスとかを持ってた時、わからなかった問題とかできなかった問題っていうものに対する執着、この熱量がね、すごく高かったんですよ。例えば問題集を解いててわかんない問題がある。ちょっとこれは難しいなーって言ってスルーしてしまった経験ってありませんか？そういうことが増えていくとだんだんわからないだらけになっていって、もうお手上げ状態っていうところに陥ってしまった。そんな経験がある方もいると思います。これじゃあまずいぞって言ってもう一回丁寧にやってみようとしても、何がわからないのかわからないみたいな状態になってしまう。そこまで丁寧にやろうとしても何もわからない、何が分かってないかもわからないみたいな時は、今取り組んでいる教材がちょっとみんなにとって難しすぎるので、教材を変えてみた方がいいかなとは思うんですけど、かなり難しいけど丁寧に勉強すればなんとか理解できるぞっていうレベルなのであれば、できなかったことに食らいつく必要があります。成績がいい子たちって絶対に放置せず解決します。その解説を読んだり教材を調べたりしてもわからない時は、友達とか先生に絶対に質問します。テストとか模擬試験を返却した後の姿勢も違いました。やっぱりできる子たちっていうのは自分が落とした点数一点一点がすごく悔しいし、次は絶対それを取ってみせるぞって思うので、テストが返却されてそれを放置するっていうことがありえなかったんですよ。ただの負けず嫌いとかっていうわけではなくて、そのできなかった点数をどんどん分析して、絶対何が何でも次は取るぞ。そういう気合を持って自分のテストとか教材に向かってました。せっかく一日何時間も勉強するんだったら効果を出したいじゃないですか。で、今勉強習慣があって頑張ってるつもりでもある。そこまで来てるのであれば、あとはちょっと勉強する姿勢ややり方を変えればぐんと伸びることはできると思うんですね。なので今お話しした7個のポイント。自分はどれぐらいできる子側にいるかなっていうのをもう一回思い出してみて、できることから変えていってみてください。私のチャンネルでは他にも、あとちょっとでうまくいくのにっていう子に対するエールを込めていろんな勉強法をお話ししているので、ぜひまだの方はチャンネル登録をして他の動画もご覧ください。では次回の動画で会いましょう。ありがとうございました。